変化の影響だね。ユウさんに足を取られないように注意して。 G ソフィアならバーンスパークやホバーを使えば沈まずに渡ることができるけど、 SP 残量には気をつけないとな。ユウさんに気を取られて次元断層にぶつからないようにね。ああ、気をつけるよ。環境変化の影響だね。流雪に足を取られないように注意して。 G ソフィアならバーンスパークやホバーを使えば沈まずに渡ることができるけど、 SP 残量には気をつけてってなあ、この会話前にもしなかったかな。でもこのエリアに積もってる雪、エリア F1 の砂よりも沈みやすいみたい。前以上に注意が必要ってことか。リボルバスターはクラッシャーショットから切り替え可能な G ソフィアの手法だよ。攻撃力と弾速が高い手法を発射できるの。素早い敵や攻撃チャンスが少ない敵に有効なんだけど、6発ごとにリロードで SP を消費するからシステムダウンしないように気をつけてね。ただの誤解だって言うのに戦わなきゃならないのか。こちらも何か手がないか調べてる。でもごめん、少し時間がかかりそうなの。
アトムの攻撃は激しい。今は戦うしかないってことか。あのジェイソンさん、イブさん、聞こえますか？ジセット、ジョッキはその体内で高純度の鉱物を生成できるタイプの人なんですけど、その鉱物はとっても高エネルギーなので、ジョッキはいざっていう時に、タンクさん、アトムを一時的にパワーアップさせるために使ってたのです。ブースト状態になったタンクさんは、それはもうパワフルなので、そのわかった、ブースト状態には気をつけるよ。心配しているんだな。本人と話しているときはあんまりそんな感じじゃないのに。どうもティセコは俺やアトムに依存しすぎてる機会があるからな。あいつは俺の娘みたいなものだ。ティセットには強く生きてほしい。いずれ俺がいなくなっても平気なようにな。ジョッキー、宇宙用ブースター、宇宙船の中にならあるかもしれないな。二人のためにも、見つけたら持って行ってあげよう。フルアクセルブラストは超高威力のエネルギー球を発射するサブウェポンだよ。 SP が 100% 以下だと発動できないから注意してね。サブウェポンボタンを一度押すと SP を消費してエネルギー球の生成を開始。チャージ中も行動できるけど、エネルギー球が敵に当たるとチャージ段階が下がっちゃうの。チャージ完了まで SP も消費され続けるけど、エネルギー球に手法を打ち込んだり、ガイアシステムを使うとチャージを補助できるから、システムダウンさせないように注意してね。フルアクセルブラストを装備した状態でもう一度サブウェポンボタンを押すと発射できるよ。この装甲、さすがにワイドブラスターでも貫けないか。でも体の内部を狙えばダメージを与えられそう。敵が口を開けた時